あがあります。就有一间超市。那一个号之灯左转的话，就有超市。请跟自己老师念过一遍。あの信号を左へ曲がるとスーパーがあります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 。接下来我们看绘画练习。请看第一个例题。リサさんは何歳の時、初めて男の人を好きになりましたか？リサさん、リサ小姐、何歳の時、在几岁的时候呢？初めて、第一次、初めて、男の人、就是男生、男人、好きになりましたか？变成喜欢。所以这是第一次，你在几岁的时候第一次喜欢这个男生呢？那么我们翻译是说，丽莎小姐初次对异性有好感是在几岁呢？请跟日记老师念过一遍。丽莎さんは何歳の時初めて男の人を好きになりましたか？リサ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 さんは何歳の時初めて男の人を好きになりましたか？7歳の時です。7歳、7歳。7歳の時、7歳的时候。7歳的时候、请跟自己老师念过一遍。7歳の時です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 。早いですね。私は13歳の時ですよ。早いですね。好早哦。私は我13歳。13歳の時。13歳的时候。好早哦。我是在13歳的时候。请跟自己老师念过一遍。早いですね。私は13歳の時ですよ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 。接下来请看例题二。田中さんは寂しい時どうしますか？田中さん、田中先生、寂しい是寂寞、无聊。寂しい時、很寂寞的时候呢、どうしますか？做什么事情呢？田中先生、无聊时都做什么呢？请跟自己老师念过一遍。田中さんは寂しい時どうしますか？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 私は寂しい時お酒を飲んで寝ますよ。トムさんは私を寂しい時、寂寞的时候、无聊的时候、お酒を飲んで喝酒、寝ますよ、睡觉。トムさんは、那么、トム先生、你呢？我无聊时。